皆さん、こんばんは。今日出勤して帰りましたら、ゴールデンウィーク入りますね。ゴールデンウィークの計画立てましたか？どこに遊びに行きますか？ どんな計画立てましたか？はい。まあ、どこを出かけたら、気をつけてくださいね。交通事故だったり、健康、あんまり遊ばないように、遊びすぎないように、健康も管理してくださいね。お願いします。はい。最後の出勤だと思うんですが、みんなと少し話したいと思います。はい。最近こういう話す機会がないと思うんですけど、たくさん特定技能者からたくさん悩みを聞かれて、おります。最近コロナ、落ち着いたので、海外から、よ、あの、呼ばれて、日本に働きに来てもらうっていうのを、求人、会社、支援機関、たくさんあります。その中、私、最近見つかった、騙されたケースが多くなってきました。海外から、いろんな求人、インターネットに載せられていると思うんですけど、面接しなくても合格。日本に来れますよっていうのを求人たくさんあるんですね。はい。やっぱりここではもちろん悪い会社とは言わないんだけど、判断はできないんだけど、やっぱりどこかの会社働くって長く働いてもらうため、必ず会社の方も面接したいと思います。なので、どこかの求人応募したら、どこの支援機関、どんな担当者やってるか、支援機関と、面会、面談してもらったりして、また、求人のことを、内容を必ず確認してから応募してください。はい。給料だったり、働く時間、どんなところ、どんな仕事を何時から何時まで、ボーナスあるかとか、あとどんな会社か確認してください。支援機関もどんな支援機関か、ちゃんと相談できる支援機関か確認してから付き合ってくださいね。はい、それから企業と面接します。企業面接して、やっぱり一回だけだと、どんな人かわかんないと思うんですけど、面接した方がこの会社採用してくれるかどうか、本当にその社長と自分の働き方、自分の性格、合ってるかどうかも確認できると思います。はい。面接したとき、必ずメモします。社長に質問したいこと、質問したいことは用意して面接受けてもらいます。はい。やっぱり、面接してくれない会社は、ちょっと疑問した方がいいです。悩んだ方がいいです。なんでその会社、いい条件なのに人が来ない。なんでその会社、面接しなくても応用してくれるかっていうのを悩んだ方がいいです。人材を大切して、大切したいか、あの、大切したい会社は、必ず面接してくれるんです。少なくても1回。はい。ちゃんと長く働いてもらいたい会社は、2回でも面接してくれるんです。面接しなくても合格しますっていうのを、日本語できない方、やっぱり仕事探すのもあんまり上手ではない方はいいかもしれないんですけど、早いし、面接する時間もかからない。それでも大丈夫だけど、騙されるケースが多くなっています。会社の人、支援機関のことわからない。特に海外だと、日本のことはわかんないから、必ず日本にいる人を会ってください。そうしたら、待ってる、ビザ待ってる間、申請待ってる間、安心で勉強できる。はい。私、この前、一つっていうのを騙されたことを対応していました。この方はベトナム人なんだけど、日本の求人を応募して、面接しなくてもいいですよ。
もう採用しましたよっていうのをブローカーがいます。そのブローカーが、ビザ申請していますって、もう1年近くで、1年近くかかったんだけど、ビザ出ない。でもビザ申請していますよって。お金は3400ドル、そのブローカーに振り込みました。はい。彼女、良かったのは、私の知り合いの社長でしたから、社長電話、その企業の社長電話して、この子を採用しましたか？ビザ申請しましたか？って聞いたら、面接もしない、会ったこともない、採用したいと思ってないし、わかりませんって言われたんです。彼女に伝えて、まあ、ブローカーにも、で、まあ、日本に行ったから、逃げられなかったから、彼女に書類とお金返してもらった。もう、それはまだ良かったのは、私に会えたから、実は会えた。もし私会えなかったら、自分で思って、何すればいいかって分からなくなってしまうから、だから、お金ももちろん大事だけど、時間、早く日本で働きたいと思うんだけど、焦ないで、ゆっくり、友人のことを確認、場所を確認、本当に長く働けるかどうか、自分の心を聞いてから、応募してください。企業側もすごくかわいそうだと思います。あなたに働いてもらうため、お金だけじゃなくて、時間も準備もかかります。いろんなことを準備したのに、結局、日本に来て会いません、会わないですって、辞めてしまったら、会社とても、失礼だし、かかった、あなたにかけたお金、時間、無駄になってしまうから、だから、本当に長く働ける会社、よく選んでから、応募してください。やっぱり面接した後、採用してくれても、やっぱりこの会社の社長には、私は会いません、っていうのを言っても大丈夫です。はい。お金払ったから、会わなくても、とりあえず行きましょうって、その会社行きますって、それはしなくて大丈夫です。キャンセルできるっていうのは、まだ、OK、働きますよって言わない、返事しない限りは断られます。ちゃんと断れる。だから、でも、対応します。この会社働きたいですって、そういう決定したら、約束ちゃんと守った方がいいですね。長く働くため。はい。待ってる間も、日本に行く準備もしといた方がいいですね。日本語、日本の習慣、日本の文化、会社のマナーだったり、も勉強してから日本に行っていた方が、自分の生活も、楽しくできる。自分の仕事も楽しく。他の、スタッフと仲良く、コミュニケーションできると思いますので、準備してください。はい。最近結構みんな聞かれてきたんだけど、1ヶ月日本に来た後、会社暴力されました。契約した内容と違ってしまいました。こういうケースあります。転職したら、国帰らせて、帰せ、あの、帰らせられてしまう心配方、たくさんいます。それは心配しなくて大丈夫です。例えば、今の問題が起こしたら、悩みがあったら、県議官、もしくは会社、組合、そういう責任持っているの義務なので、相談して解決してくれなければ、機構に連絡する。こういう問題があります。こういう困りがありますが、対応してくれなかった。はい。これは、入管だったり、機構だったり、連絡して相談してください。まあ、自分が、相手のことを誤解してしまう場合もあるので、自分で、私はこう考えますって。自分考えもちろん正しいと思うんだけど、間違ってる時もあるので、だから相談して、あなたは、ここは正しい、ここは間違いだよっていうのを教えてくれる支援機関、教えてくれる社長もいますので、はい、必ず相談してから転職、することを考えてください。
すぐ転職すること考えない方がいいです。転職したら、仕事の探し時間かかる。移動するお金かかる。また、引っ越ししたらいろんな新しいものを購入したりするお金もかかるので、だから転職は簡単ではない。また、新しい会社行きますと、また、自分が一番後輩だから、新しいこと、一番から、下から慣れなきゃいけないから、結構大変だと思いますので、なるべくどこか働いたら、長く安定働いた方がいいです。日本人は、まあ、転職する方も結構いると思うんですけど、それは自分の国にいるから、どこ行っても仕事はできる。自分の言葉わかるし、あと、まあ、ビザがある。外国人の場合は、ビザを申請する時間だったり、そういうの手続きがすごく大変だから、よく考えて。お金、もちろん仕事を覚えるためもある、勉強のためもあるんだけど、お金のためももちろんあります。なので、なるべく楽しく、お金あんまりかけないように仕事は、定着できるところを、ね、考えた方がいいです。はい。転職の話題、これで終わりたいと思いますので、またみんな、話してほしいことはありましたら、聞きたいことはありましたら、まとめてコメント。また、Facebook か、メールの方に送ってもらえば返事します。時間あったら返事します。じゃあ、これでみんなゴールデンウィーク、休めない人でも、休めた人でも、ゆっくり頑張って日本で楽しく生活してください。じゃあ、これで終わりたいです。